第1期生なんですけども、あのシニアというか40歳以上。え、シニアって40歳？いや、何歳？50歳以上。いや、わかんないシニアって何歳なんですか？業種じゃないんで40歳50歳あんたがわかんない。え、50ぐらい？40ってシニアってかわいそうです。自分はシニアと思う人です。頼んであげないよ。今日は20歳ばかりのお客さんだけど、はい。それで、文学座で、そういったクラスが新たにできまして、で第1期生の募集があったので、オーディション受けましたので、ね、結構文学座とか俳優座とかお芝居やってる人分かると思うけど、どういうシステムか分からないけど、すごく難しいんです、劇団って。僕、劇団四季もそうだったけど、なかなか入れないんですね。で、見事合格して、この間、卒業公演拝見しました、はい、森本薫っていうのをご存知でしょうか。杉村春子さんという方が、じゃあ、杉村春子さんご存知？女の一生っていう舞台をやったんです。その原作者森本薫さんの、題名は何だったっけ、記念という、記念という中で記念しました。で、すごくただ男性と昔別れた彼氏と駅で会って、でもう一度炎が燃えるかなと思ったら、やっぱりそれぞれ道に分かれていくっていうショートストーリーなんですけども、すごく良かったんです。ありがとうございます。でも、お芝居もとてもダンサーの気持ち知らなかったので、明治座も同じようなそこは青年部、ミドル、シニア、3つのクラスに分かれて、各クラス20人ぐらいなんですけども、やはりオーディションがありまして、それで受かったもんですから、またそこに今通って、今度は1年10ヶ月です。卒業までに1年10ヶ月です。すごい。実はですね、去年僕は13年間海外公演ずっとやってて、日本でほとんど公演しなかったのは、ハムレット去年やった時に来てくれて、ちょうどハワイのゴルファーも来てたので、一緒に飲みたいというので、近所で飲んだ時に文学座入りましたって言うから、どうしたのって。なんで今までダンサーでやってて、どうして今からまた文学座っていう話をしたけど、どうしてそんなに情熱があるのかな。ずっとダンスを何十年もやってきて、最近は自分で作品を作って舞台に出てるんですけど、このエネルギーには本当に感服します。ところで、さっきモナさんも動画の話全然わからないって言ったんだけど、今撮影してるんだけど、アップしても大丈夫なんでしょうか。大丈夫です。一応娘さんもいらっしゃるので、ね、これは言っちゃいけないだろうっていうところはカットはしてるんだけど、モナさんは大丈夫ですって言うんだけど、事務所絡んでくるとめんどくさいこともあるし、大丈夫です。男が出演してるわけではないから。あ、そうか。大丈夫です。すごい大雑把な心を広い母親です。大林ひろこさん、後でお友達になってください。はい、ありがとうございます。すごい。でも彼女はディスコクイーンだったの。ね、だからディスコクイーン。でもミス東京、ミス東京ユニバースかなんかもやっぱね。それは恥ずかしい。最近女性恥ずかしい人が多いな。自慢できる話なのに、男だったらどんどんミス男性とか言う。ミス男性はないです。そんなわけで、大林ひろこさんでした。ありがとうございました。